ポケットモンスターの地名一覧、一首地方一首地方は、ポケットモンスターシリーズに登場する架空の地方。一首地方のモデルであるニューヨークの航空写真。今回の一首地方のベースは、ニューヨーク市とその周辺であり、今までは日本がモチーフにされていた、ポケットモンスターブラックホワイト、ポケットモンスターブラックにホワイト鬼の舞台。 従来の関東地方や上都地方から遠く離れた場所にあり、石化式の元ロケット団員とその息子によると、関東や上都は外国であるとのこと。豊かな緑に囲まれた中にも、近代的な大都会があるなど自然と人とが共存する地方。一種地方のモチーフは、ニューヨークを中心としたアメリカ合衆国ニューヨーク州南部で、マンハッタンを思わせる。 大都市が中央に据えられ、その周囲に自然や町が六角形型に配置されている。各所に橋があり、どの橋もそれぞれに細かな設定を持っているのが、これ以前の作品の舞台と異なる点の一つに挙げられる。また各教にはイベントを除き、ポケモンバトルを挑んでくるトレーナーが一切存在しない特徴もある。またジムについては、ジム戦専用施設の概念だけではなく、 レストランや図書館、博物館などの別の目的の施設と一体化している。ジムもあることも今までの地方のジムと異なる。ジムリーダーは他の職業と兼任している場合が多い。2年の月日が経ったブラックにホワイトにでは街や施設において様々な発展や変化が見られた。ブラックホワイトでは電動入りまで以前のシリーズのポケモンは出現しなかったが、 ブラックにホワイトにではそれらのポケモンが序盤から出現するようになっている。なお、通貨の単位は、この世界でいう外国と同じ円であり、同じアメリカを舞台とし、ポケドルが通貨となっている、ポケモンコロシアム、ポケモン XD のオーレ地方とは異なっている。名前の由来は、多種多様なポケモンや人種が集まって一種に見えることからで、ニューヨークの多人種、 多文化社会のイメージが反映されている。漢字表記とひらがな表記が並存する今作の特徴ゆえに地名にも漢字表記とひらがな表記の2種類が存在する。前言語版で冒険の舞台となる地方の名前が異なるのはゲーム本編では初めてである。今作の街の名前はブラックシティとホワイトフォレスト以外はそのほとんどが模様、文様の名前から付けられている。 詳細は以下を参照。カノコタウン主人公と幼馴染みの家がある。ブラックホワイトの始まりの町。らぎ博士の研究所もある。町の南側は海に面している。名前の由来はカノコ模様。カラクサタウンカノコタウンの次に主人公が訪れる町。ツタが生い茂るとともに地形は起伏に富んでおり、高台からは二番道路を見渡せる。 特定の住民に話しかけると BGM にピアノとドラムのパートが追加される。名前の由来は唐草模様。山陽シティ美しい庭園がある町。荒ぎ博士の友人である、発明家のマコモが住んでいる。トレーナーズスクールがある。町外れに夢の跡地がある。山陽ジムジムリーダーが3人存在し、相手のポケモンの弱点によって誰が戦うかを決めているため、 主人公が最初に選んだポケモンによって対戦相手が変わる。ミジュマルを選んだ場合草、タイプ使いのデント、ポタブを選んだ場合、水タイプ使いのコーン、スタージャーを選んだ場合、炎タイプ使いのポット、ジム内部はレストランにもなっており、ジムのトレーナーもウェーターとウェイトです。振動を遮るカーテンと床に設置された3つのスイッチにはそれぞれ草、水、 炎のいずれかのタイプのマークが描かれており、カーテンに描かれたタイプの弱点となるタイプのスイッチを踏むことで先に進める。ブラックにホワイトにでは3つ子がジムリーダーを降りているため、単なるレストランになっているが、3兄弟のうち誰か1人をパートナーにして、他の兄弟にポケモンバトルで挑める。執法シティ古い倉庫や、機関車の線路跡など、昔の街並みを残す街。 博物館があり、考古学が発達している。名前の由来は、執法文様。カフェのテラスにいる男に近づくと BGM にアコーディオンのパートが追加される。執法ジムジムリーダーは、ノーマルタイプ使いのアロエ。ジムが博物館と併設されており、博物館の奥の扉から先に進むと、ジムになっている。ジムの内部は、図書館のようになっており、 本棚の本に隠されたメモを見つけ、そこに書かれた問題を解いて、次のメモを見つけることで先に進める仕組みになっている。博物館では見つけたポケモンの化石を持ってくれば復元してもらえる。ブラックにホワイトにではアロエがジムリーダーを降りているため、アロエ書斎を兼ねた図書館として一般開放されている。ヒューンシティ市地方の中心都市。多数の高層ビルがそびえ立つ。 大都会であり、公式で最初に公開された街である。冬以外の季節で毎週火曜日には、売り切れるほど、人気のヒューンアイスを1個だけ買うことができる。ブラック2ホワイト2では、人気がなくなり1日に1個か1ダース買えるようになった。プレイヤーが、殿堂入りを果たすと、再び人気が集まり、行列を作っているが、購入できる量は、殿堂入り前と変わらず1日1個または1ダースである。 ゲームフリークのビルがあり、そこでエンディング後のみ、1日に1回だけゲームフリークのディレクターの森本茂げをモデルにした森本と対戦できる。この時のメンバーは、レパルダスコ,コロモリゼブライカイアナッキーバオッきいヒラキー。港があり、ここの船着き場からリバティガーデン島ユナイテッドタワーに行ける。名前の由来はヒウンモン。高層ビルはマンハッタンのものからイメージされている。 ヒュンジムジムリーダーは無視、タイプ使いのアーティ。ジム内部は蜂の巣状の構造になっており、蜜のような素材でできた壁は突き抜けることが可能。床に設置されたスイッチを2箇所踏むと進路を塞ぐ、鉄柵が下り、先に進むことができる。ブラック2ホワイト2では、上層と下層をつなぐ、眉の中を通って、最上層を目指す。ライモンシティ市地方有数の娯楽都市。 遊園地やポケモンミュージカル会場があるほか、スタジアムやバトルサブウェイのギアステーション、バトル検定など、ポケモンバトルを行う施設が充実しており、ポケモン勝負のメッカとも呼ばれる。ライモンジムジムリーダーは、電気タイプ使いのミ連れ。ジムは遊園地の敷地内にあり、多数のコースターが設置されている。コースターに乗って、途中の切り替えポイントでおり、進路を切り替えながら、 先に進む仕組みになっている。ブラックにホワイトにでは、紙連れのファッションステージになっており、トレーナーを倒しながら進む。前のジムとは別に立っており、元のジムは、ジェットコースターのリバとして、一般開放されている。子供エシティッ地方の海の玄関とも言われる、港町。マーケットがある。近くには、子供への跳ね橋がある。ブラックにホワイトにでは、いくつものホテルが立ち並ぶ。 ホテル街になっている。また、元プラズマ団によるポケモンの保護施設がある。子供萌ジムジムリーダーはじめん、タイプ使いのヤーコン。ジム内には、多数のリフトと足場が設置されており、リフトで登ったり降りたりを繰り返しながら最下層にいる、ジムリーダーを目指していく。このジムは、ヤーコンの経営する会社の社屋でもあり、出入り口には、受付場がおり、 トレーナーはみんなヤーコンの会社の社員及び作業員である。ブラックにホワイトにでは暗闇の中をベルトコンベアで進んでいく。歩いた場所は明かりが灯る。吹き寄せシティ山のふもとにある農業が盛んな町。ブラックでは効率を重視したビニールハウスがホワイトでは天候を利用した自然農法が行われている。農作物を近くの空港から 関東地方や上都地方などの全国に出荷している。吹き寄せジムジムリーダーは飛行タイプ使いの風呂。ジム内に設置された大砲で人間大砲のように宙を飛び、先に進む仕組みになっている。ブラックにホワイトにでは、ジム内に風が吹き荒れており、物陰に隠れて吹き飛ばされないように進む。石化式降雨、降雪が多く湿潤な環境で、冬は一面銀世界の寒い街。 すぐ近くには古代に建てられたリューラー線の塔がそびえ立っている。石火ジムジムリーダーは氷タイプ使いの蜂区。ジム内部は床が凍っており、途中の足場に設置されたスイッチを踏んで、ストッパーの向きを変えながら進む。ブラック2ホワイト2では蜂区がジムリーダーを降りているため、中は無人。総シティポケモンリーグ直下の都市。ブラックでは近代的な街並みが、 ホワイトでは歴史を重んじた街並みが見られる。BGM も、ブラックでは機械的な曲調、ホワイトでは寂しげな曲調のアレンジとなっている。追加パートはどちらもポケモンセンター近くの人に近づくことで聞くことができる。総流ジムジムリーダーはドラゴンタイプ使いのシャガ、またはアイリス。ブラックにホワイトにではシャガ。ジム内部の足場は竜の形になっている。 竜の背中を進み、途中の足場から飛び降りて、竜の腕に当たる部分のスイッチを押すことで、竜の首の向きが変わり先に進むことができる仕組みになっている。ブラック2ホワイト2では、足場が竜の形になっているのは変わらないが、仕掛けは異なり竜の頭のスイッチを踏むことで進む方向を決め、トレーナーを倒しながら最上階を目指す。方円の10ジムのように進む方向によって、 トレーナーの戦い方が違う。カゴメタウン昔からある街で古来の風習が色濃く受け継がれている。郊外の森には近づけば災いが降りかかると言われる巨大洞窟、ジャイアントホールがある。このジャイアントホールにいるという怪物の伝承により夜になると住人は皆屋内に入ってしまう。サザナミタウン輝くような海が人気の評判高い避暑地で富豪の住居や 別荘もある。夏には、たくさんの人が、バカンスに訪れる。季節が春、夏の時に四天王カトレアの別荘に、新王地方のチャンピオン白名が訪れており、初回のみ季節を問わず、二回目以降は、春のみ、一日一回だけ対戦できる。夏だけ BGM が変わる。ブラックにホワイトにでは作工事により、リバースマウンテンと連結。また、 マリンチューブの起点である。ブラックシティ、ブラック、ブラックに、ホワイトにのみ登場。ホワイト2ではキーシステム内の街の変更が必要。黒が貴重な都市で治安が悪い。金があれば何でも手に入ると住民が発言する。トレーナーとカズトに月き1日一度勝負できる。ショップで珍しいアイテムを買うことができるが、 他の街の物価水準に比べ破格と言えるほどの高値、ね。ブラック2ホワイト2ではポケモンバトルの修行場である黒の摩天楼がそびえている。最初は買い物ができないが黒の摩天楼の進行状況に応じてマーケットが開く。ホワイトフォレスト、ホワイト、ホワイト2、ブラック2のみ登場。ブラック2ではキーシステム内の街の変更が必要。 森の中に住民が住む。ブラック式と異なり、街というよりは整備された森林というイメージがある。ただし公式的には、街扱いになっていることが、パッケージ内の、ブラックホワイトのチラシで確認できる。空気は綺麗だと住民が自慢する。他の地方のポケモンも生息している。ブラックにホワイトにでは奥にポケモンバトルの修行場で、ある、白の軌道が広がっている。 かなわた運一市地方の北西に位置する車両基地の町。空を飛ぶで行くことはできず、来門してから地下鉄で飲み行くことができる。鉄道好きの人が車両基地に見える車両を紹介してくれる。週末は見物客で賑わい、動画交換をしてくれる人が多い。フルートを持った人に近づくと BGM にフルートのパートが追加される。以下の都市、町は、 ブラックにホワイトに二のみ登場する。ヒオーギシティッシュ地方の南西に位置する町。ブラックにホワイトにの始まりの町。ブラックホワイトでの始まりの町とは異なり、ポケモンセンターやトレーナーズスクールもある。絶景が見られる高台がある。ヒオーギジムジムリーダーはノーマルタイプ使いのチェレン。ブラックホワイトの主人公の幼馴染みの少年である。ジムは トレーナーズスクール内部にある。屋外のバトル場というシンプルなもので、トレーナー二人を倒すと、チェレンと戦える。サンギタウント境内が1日の始まりを告げる町。ケルディオに関するイベントも存在する。立ち脇シティッポケウッドに隣接する港町。船で、ヒウンシティに向かうことができるほか、コンビナートに繋がっている。立ち脇ジムジムリーダーは毒タイプ使いのホミカ。 ジム内部はライブハウスになっていて、ホミカはライブをしていて、声が届かない。メンバー二人を倒すと、ホミカと戦える。山地タウン砂嵐の吹き荒れる、西洋劇風の街、吹き寄せ式と航空機で繋がっている。生シ橋ィサザナミタウンのさらに北にあり一年中、賑わうリゾート地、サザナミタウンとマリンチューブで繋がっている。生街はむジムリーダーは、 水タイプ使いのしずい。ジム内部は町と同じく水の上に桟橋が掛けてあり、離れた橋には水草に乗って渡る。他の水草にぶつかると壁まで動く。道路番号はリセットされており、道路、水道の数は合計18本とシリーズ中最低の数となっている。17番水道と18番道路を除いて、道路と道路が隣接しておらず、ここを除けば、 町に入る前の途中で道路名が変更になることはない。ブラックにホワイトにでは19番道路23番道路が登場した一方、10番道路が欠番となったため合計22本である。1番道路かのこタウンと唐草タウンを結ぶ道路。季節によって前景で花びらや落ち葉などが舞う。17番水道とも接続している。 水道の渦が起きた場所で釣りをすると、ごく稀に野生の貧バスとミロカロスが出現する。2番道路カノコタウンと山陽シティを結ぶ道路。初めてトレーナーが現れる。3番道路、山陽シティと七宝シティを結ぶ道路。中央にある大きな湖を越えて進んでいく構造が特徴。ポケモン育て屋と幼稚園があり、園庭では園児たちが勝負を仕掛けてくる。 ここより2体の野生ポケモンが出現する濃い草らが登場する。4番道路、ヒュンシティとライモンシティを結ぶ道路。砂漠地帯になっており、常に砂嵐が吹き荒れている。フリーウェイと呼ばれるバイパスが道路の上を通過している一方で、地道は砂嵐の影響で未だに工事中であり、作業員の詰め所があちこちに立っている。2年後となるブラック2では、 開発が進み住宅が並んでいるが、未だ建設中の建物も多い。ホワイトにでは開発は行われておらず、遺跡群が立ち並んでいる。出現ポケモンは、メグロコ・マラカッチ・ダルマッカなど。5番道路ライモンシティと子供への跳ね橋を結ぶ道路。ミュージシャンやダンサーたちが路上でパフォーマンスを披露しており、ライモンシティの名物と言われている。6番道路。 子供エシティから電気石のホラー穴を通って吹き寄せシティに抜ける道路。季節研究所や吹き寄せのホラー穴への入り口がある。蛇行する川に沿って山を登っていく作りになっており、途中で多くの一本橋を通るのが特徴的。またマップ上にはモンスターボールに擬態した玉毛竹が多数現れる。7番道路、吹き寄せシティからネジ山を通って石化シティへ抜ける道路。 タワーオブヘブンがある。竹の高い草むらが多いが上には木の一本橋がかかっており、草むらを通らずにクリアすることも可能。この道路からミルホグやゼブライカなど進化系の野生ポケモンが出現するようになる。8番道路、石化式とシリンダーブリッジを結ぶ道路。水たまりだらけの出現の中を進む。冬になると水たまりが凍ってしまい、動きづらくなる。 季節によって外観が大きく変わるため、季節システムの紹介として、発売前から予告映像に幾度となく登場していた。天気は高確率で雨である。9番道路シリンダーブリッジと掃煉してを結ぶ道路。修行の岩屋やショップ RQ がある。道路が一面舗装されており、暴走族が走り回っている。主な出現ポケモンは小股ナダスとダスなど。 ショップ R99 番道路の中ほどにある大型の複合ショッピングセンター。他の地方におけるデパートや百貨店に相当する豊富な品揃えを持つ。話しかけるとバトルを挑むトレーナーもいる。10番道路、総流式とポケモンリーグを結ぶ道路。崖だらけの険しい山道を進む。バフフロンやモロバレルといった強力な野生ポケモン、エディートトレーナーや、 ベテラントレーナーといった強力なトレーナーが立ちはだかる。道路の後半はバッチチェックゲートになっている。ブラックにホワイトにでは、西外派式から23番道路を経由してリーグに向かう構造のため、10番道路は事実上の、11番道路、総流式とビレッジブリッジを結ぶ道路、巨大な滝と経流を渡って進む、バルジーナをオーグル切り刻んだなど、 高レベルで進化するポケモンも野生で現れる。12番道路ビレッジブリッジとカゴメタウンを結ぶ道路。なだらかな丘陵地帯で地形は起伏に富む。丘の上にはランダムで1日に数本の小さなキノコが生える。出現ポケモンはミツハニーやチェリムなど一種図鑑に含まれない草、虫タイプのポケモンが多いが、通常なら進化しているレベルより、 はるかに高いレベルで出現する。13番道路、カゴメタウンとサザナミタウンを結ぶ道路。海岸の断崖と海上を貫く砂浜が特徴的。奥地にはジャイアントホールへの入り口がひっそりと佇む。野生ではキャモメ・フワライドなど飛行タイプのポケモンが多数登場する。14番道路、サザナミタウンとブラックシティまたはホワイトホォレストを結ぶ道路。 多くの滝や川が道路を横切り、複雑な地形を形成している。普段は一面に霧がかかっているが、ある特定の火の見切りが晴れる。法上の社への入り口がある。主な出現ポケモンは、オーベムコジョンドチルタリスなど、15番道路ブラックシティ、またはホワイトフォレストとワンダーブリッジを結ぶ道路。下道と高架上の道に分かれており、高架からはポケシフター研究所に行ける。 一方、下の道は岩や崖だらけの険しい地形になっており、怪力で岩を押しのけながら進む。揺れる草らでは、ごく稀に野生のバンギラスが出現する。16番道路ワンダーブリッジとライモンシティを結ぶ道路。冒険の中盤から訪れることができるものの、行き止まりになっている。出現ポケモンや道路の構造が5番道路と大いに類似。 17番水道課のコタウンの西にある海で、ブラックホワイトでは、唯一の水道。地形の関係で急流が発生している。水流のせいで、18番道路を経由しないといけない場所が大半である。海に浮かぶ、小島の上には、P2 ラボがある。P2 ラボ17番水道にある謎の小屋。主人公が来た時点では無人であるが、プラズマ団によるゲノセクトの、 研究跡と見られるメモ書きや無数の機材が置かれている。ブラックにホワイトにではプラズマフリゲートの停泊場所となっている。18番道路17番水道の西に浮かぶ島からなる道。リゾートデザートと地続きだったと指摘する研究者がいる。以下の道路はブラックにホワイトににのみ登場する。19番道路、費用儀式とサンギタウンを結ぶ道路。 サンギータウン直前の崖からは元チャンピオンのアデクが登場する。20番道路サンギータウンと立ち脇シティを結ぶ道路。途中にはサンギー牧場も存在する。ブラックにホワイトにでは初めてトレーナーが出現する。21番水道サザナミタウンと生涯派シティを結ぶ水道。比較的岩が多い。南部には海辺のホラー穴がある。22番道路 西街橋とジャイアントホールを結ぶ道路。木の一本橋と多くのダンサー、トレーナーも多数いる。また、伝説のポケモンテラキオンが出現する。23番道路ジャイアントホールとチャンピオンロードを結ぶ道路。前作の10番道路にあたる。切り立った崖と橋で構成される。スカイアローブリッジ、尻尾シティとヒューンシティを結ぶ、一種地方最大最長の橋。 子供への羽橋船の上、別名リザードン橋と呼ばれている。シリンダーブリッジ橋の下を地下鉄が通り抜ける鋼鉄でできた橋。週末には暴走族が集まる。ビレッジブリッジ一種地方を開拓した人々が作った、この地方で最も古い橋。水害を防ぐために橋の上に家を建て暮らし始めたとされている。条件を満たすと BGM にボーカルパーカッションや草笛、 アコースティックギター、歌声の4つのパートがそれぞれ追加される。BGM を作曲した一ノ瀬号によると、これらの追加パートを演奏しているのは、一種ドリームに敗れ黄昏れている4人であるとのこと。ワンダーブリッジどんな衝撃も和らぐように、最先端の技術でデザインされた橋。マリンチューブサザナミタウンと生涯橋機を結ぶ最先端海底トンネル。 厚さ25センチの強化ガラスを使って、陸上で作り、そのまま海底に沈めただけのシンプルな構造であるが、水圧や大型ポケモンの接触でもビクともしない、耐久力がある。なお子もへの羽橋とワンダーブリッジには、常にアイテムの丸々の羽が落下してくる。また、稀にコアルヒーや、スワンナが出現する。夢の跡地産業式の傍らにある、廃れた工場跡。 現在では子供たちの遊び場になっている。謎のエネルギーで満ち溢れているらしく、エネルギーを研究する学者たちが集まっている。虫タイプのポケモンが多く生息。ブラックにホワイトにでは、伝説の無限ポケモンラティオス、ラティアスが飛び回っている。地下水脈の穴3番道路にある洞窟。水場が多く、奥地に進むためには、波乗り、海力、フラッシュが必要。 矢車の森、尻尾式から西側の海岸へ続く森。途中で道が分岐しており、片方の道は森の奥を通ってスカイアローブリッジへ抜けるが、もう片方の道は森の出口に直接つながっている。森の奥は倒木が多く、木の内部を通過して進む。草タイプや虫、タイプのポケモンが数多く生息。ブラックホワイトでは奥地にある。 試作の原で伝説のポケモン、ビリジオンが登場する。片方は試しの岩があり、格闘タイプのポケモンを手持ちに入れて、岩に話しかけることで星のかけらを1日1回入手できる。リバティガーデン島は数百年前に大富豪が買い取ったと言われており、現在では自然公園になっている。島の中心の大きな灯台が特徴。 ソフト発売後1ヶ月の期間限定で配信されたリバティチケットを手に入れることでヒウンシティのリバティピアから行くことができ幻のポケモンビクティニと出会うことができるブラックにホワイトにではチケットなしで来ることが可能だがビクティニはいないリゾートデザートヒウンシティとライモンシティの間にある砂漠地帯名前の通り観光名所と言われているが実際には常に 砂嵐が吹き荒れる過酷な環境なので訪れる人は多くない。砂の中には多くの道具が埋まっている。古代の白リゾートデザートの中にある砂に渦漏れた塔で内部は流砂が多く進みづらい。地面タイプやゴーストタイプのポケモンが生息し、奥の部屋にはウルガモスが潜んでいる。迷いの森16番道路の脇にある森。構造自体は複雑ではないのに、 なぜか迷いやすいと言われている。2010年の映画前売り券で配布された、色違いの来航園定水君のいずれかを連れてくると、ゾロアークに関するイベントが発生する。ブラックにホワイトにでは、蒸気のポケモンがなくても、ゾロアークに関するイベントが発生するが、その内容は異なっている。冷凍コンテナ子供エシティの港に送られてきた、コンテナを蓄えておく場所。コンテナの中は、 地面が凍っており、思い通りに進めない。作業員たちが勝負を仕掛けてくる。ブラック2ホワイト2では、ポケモンワールドトーナメントの会場になっており、存在しない。電気石のホラーな、子供絵式から吹き寄せ式に抜ける、山間部の洞窟。静電気で浮かぶ石を押しのけて進む。歩くと静電気を発する石があり、周囲を歩いているとあるポケモンの出現率が上がる。 他では出現しない電気タイプや鋼タイプのポケモンが多く生息。吹き寄せのホラーな電気石の洞窟の近辺にある洞窟。伝説のポケモン、コバルオンが身を隠している。タワーオブヘブン7番道路にあるポケモンの魂を慰める塔で、中にはボヒがたくさんあり、ゴーストタイプ。最上階にある金をつくと、ポケモンの霊が喜ぶと言われている。ネジ山。 吹き寄せ式から石化式へ続く山岳地帯。巨大な採掘場となっており、坑道の中を進む。冬になると積雪で地形が大幅に変わり、一部のエリアに入れなくなる一方で、熊春やフリージオなどの氷ポケモンの出現率が上がる。ブラックにホワイトにでは、ヤーコンロードと連結した。また最初は一部落盤があったという理由で4。天皇の連部に、 門前払いされるが、電動入り後は強さが認められ、入れるようになる。石化の出現8番道路沿いにある出現。水たまりの上を歩いていると水タイプポケモンが多く、生息する。出現するポケモンは季節によって変化する。竜羅線の塔石化指定の郊外にある、誰が作ったのかさえ定かでない一種地方で最古の建造物で、かつては入り口が存在しないため長い間調査が、 進んでいなかった。ゴビットやクリムガンといった珍しいポケモンが生息。チャンピオンドードポケモンリーグへの最後の関門でエリートトレーナーをはじめとする強敵が数多く登場。一方で出現する野生ポケモンは未進化のものが多い。ポケモンリーグ側の入り口の近くにある試練の室には伝説のポケモン、テラキオンがいる。また野生との遭遇は条件なく常に 特別な揺れる草むら、濃い草むらによる日体同時出現などの BGM と同様である。ブラック2ホワイト2では N の白出現の影響か、前作の道は崩落しており新たな道が作られている。N の白プラズマ団の本拠地。N がチャンピオンのアデクを下した直後に地中からポケモンリーグを取り囲むように現れる。 ブラックホワイトの主人公と N およびプラズマ団との最終決戦の舞台となった。ブラックにホワイト2ではチャンピオンロードの地下に崩壊した状態で埋まっている。かつてブラックホワイトの主人公と N およびプラズマ団との最終決戦が繰り広げられた場所でブラックにホワイト2の主人公と N が激突した。なお、大乱闘スマッシュブラザーズ4 Nintendo 3DS では 一種ポケモンリーグという対戦ステージが登場し、背景に N の城がそびえ立つ。修行の岩や非常に強いポケモンを使用するトレーナーが修行している洞窟。多くのトレーナーが進化系のポケモンを4匹以上繰り出してくるので、苦戦を強いられることも多い。ヤミラミやリオルなど一種地方では珍しいポケモンが多数生息する。 ブラックにホワイトにでは閉鎖されており入ることができない。ジャイアントホール近づけば災いが降りかかると言い伝えられている巨大な穴。カゴメタウン近郊にある。大昔に彗星が降ってきてできたと言われており、ピクシー、ソリロックなど星をモチーフにしたポケモンが現れる。最深部には伝説のポケモン、キュレムが潜んでいる。ブラックにホワイトにでは、 中心部にプラズマフリゲートが着陸した影響で、木々がなぎ倒されている。ブラックにホワイト2の主人公と、新プラズマ団との最終決戦の舞台となった。サザナミは最も海が輝いている場所として、名高い海。サザナミタウンの近くにある、海水浴客で賑わっているほか、新大地方チャンピオンの白ナもを泳ぎに来ているという、ダイビングを使うことができる場所があり、そこから、 海底遺跡に行くことができる。海底遺跡、サザナミの海底に沈む巨大構造物。内部は複雑な迷路になっており、4つの入り口のいずれかから入って探検することができる。野生ポケモンは出現せず、石碑に刻まれた謎の文字を読んで謎解きをすれば、上の階層に進むことができるが、逆に何もできないまま一定歩数を進むと、水流の仕掛けが作動し、 強制的に入り口まで戻される。ブラックホワイトでは、石板の文字は、急甲骨文字のような解読不能の文字だったが、近年の解析により、それぞれがアルファベットに対応していることが明らかとなった。また、ブラック2ホワイト2では、七賢人、ビオと話すことで、ひらがなの表示が追加される。北条の社十四番道路の外れにある昔の集落跡、最深部には、 伝説のポケモン、ランドロスを建てつるホコラが存在し、条件を満たせば、実際に遭遇することも可能。ユナイテッドタワー GTS などで海外のプレイヤーと通信した時にヒューンシティの船着き場から行ける場所。交換した相手がその国に対応するフロアにやってきて、プレイヤーと話を楽しむ。一つの国、地域ごとのフロアに、最大5人までやってくる。以下は、 ブラックにホワイトに二のみ登場する。古代の抜け道近年発見された古代の城に通じる抜け道。ほどもえ式からヒュンシティまで続いている。リバースマウンテンサザナミタウンとヤマジタウンの間にある火山。ブラックにでは過去に噴火した記録があるが現在は急火山状態。ホワイトにでは最近も噴火を繰り返している、かつ火山となっており。 内部の構造や一部の出現ポケモンも異なる。新王地方のハードマウンテンと同質の火山と言われており、ある条件を満たすと伝説のポケモン、ヒードランが現れる。ストレンジャーハウスリバースマウンテンにひっそりと立つ、廃屋で昔悲しい事件があったとされている。現在中はポケモンの巣となっており、誰もいないはずなのに家具が一人でに動き出す不気味な幽霊屋敷になっている。 奥の部屋には、三日月のワネが置いてある。プラズマフリゲート再編されたプラズマ団が所有する、帆船型の軍艦で、会場の移動のみならず飛行することもできる。内部にはキュレムが捕獲されており、監視にはその力を利用した、冷凍弾を打ち出す大砲が装備されている。プラズマ団が解散した後は、P2 ラボの横に停泊しており、 アクロマを含む己の行き先の見えないプラズマ団員が乗船している。誓いの林サンギタウンの奥地にある林。伝説の三体のポケモンの爪痕が残された大岩があり、ここではケルディオを覚悟の姿にフォルムチェンジさせることができる。心の空洞を20番道路から入れるホラー穴で、深部は新王地方につながっているという。 内部にはポケモンを表す奇妙な水たまりが何個も存在する。海辺のホラー穴21番水道の南部に位置するホラー穴で海力を使う場所がかなり多い。東部にある出口からはプラズマフリゲートが一時停泊している海辺に出ることができる。ヤーコンロード子供絵式からネジ山、吹き寄せのホラー穴まで続いているトンネル。その名の通りヤーコンが掘ったとされる。 三義牧場、立ち脇コンビナート、ポケウッドヒューンゲ水道、ジョインアベニュー地底遺跡、アイントーク第14作、ビクティニトクローキ英雄ゼクロムシロキ英雄レシラムの舞台となった町。一種地方にある町で、大地の県と呼ばれる巨大な城を中心に、城下町が広がっており、かつては大地の民の王国と呼ばれていた。町の周りには守りの柱と呼ばれる結界が設置され、 その先には、海が広がっている。千年前からビクティニが生息し、城の地下には、ゼクロムトレシラムが封印されている。ローシャン第十五作、キュレム VS 聖剣主ケルデオの舞台となった街。山奥にある街。山沿いを列車が運行しており、サトシたちはそれに乗車し街にたどり着いた。近くにはキュレムの住む廃墟がある。ニュートークシティ第十六作、 新速のゲノセクトミュウツー覚醒の舞台となった街。高層ビルが乱立する大都会だが、街の中央にはポケモンたちが野生に近い環境で暮らせるポケモンヒルズが設置されている。ありがとうございます。